がこの仕事をやるきっかけというのは、あの学校にいる頃先生に呼ばれまして、まあ、東京にこういう会社があるんだけど行ってみないかということを言われまして、それで葛飾にあるこの佐久間別光というところに来まして、まあ眺めて仕事、それまで別光ということを知らなかったので、まあ1週間見て山梨へ帰りまして、それから社長さんがまあどうだと、ぜひ佐久間別光に来てほしいということで佐久間別光に入社しまして、それからそうですね31年ですか、佐久間別光に勤めたんですけど、途中からワシントン条約というので別光の輸入が禁止になりまして、生産も減少しまして、私が47の時に、まあ、独立をいたしまして、なんとかこうやっていけてる、まあ、できる限りこの仕事をやっていきたいなと思っております。これが別光の原材料なんですけど、これでまず別光というのは型を打つんですけど、その型というのが現代はあのプラスチックとかそういうものがありますけど、昔はなかったので別光の黄色い部分を使いまして、それで例えば犬とか猫とか鳥とかピンとか櫛とかの型をまず作ります。それを別光の甲羅に置いてこうなぞるわけですよね、あの書いていくわけです、剣先で。それを糸の子で今度は抜いていきます。それがまず第一段階なんです。次の段階は合わせということになります。別光は、まあ、厚みを出すために別光というのは平らではないので、雁木というもので削ります。サンドペーパーで細かい傷をつけるんです。その後水につけまして厚みを作るために重ねて、それを糸で縛って熱で圧着します。そうすると厚みが出る。それをからいろんな形を作っていきます。合わせが終わりましたら次の段階は戻しになります。戻しというのは別光は圧着をしますと潰れます。その潰れを戻すために今度は切れを濡らしまして、それに別光を包んで鉄の板を厚くしたものを乗せまして蒸すんですよね。そうすると元に戻るんです。次の段階はヤスリがけということになります。ヤスリがけというのは例えば形、イヤリングでありペンダントであり櫛でありブローチであり、そういうものを形をきれいにするためにヤスリがけというのをやります。形を彫ったりなんかすることもありますので、リューター系も使うことはあります。それをしましてヤスリがけの後、今度は粗いので細かいヤスリがけもして周りもきれいに整えてから次の段階に移ることになります。次の段階が最終段階の磨きと艶上げになります。磨きというのは別光はとても傷がつきやすいんですよね。だからその傷をサンドペーパーでやった後傷がいっぱい残りますので、グラインダーに特殊な切れ刃、それで磨き粉をつけて丁寧に細かい傷を取ってきます。その段階で傷を残すと仕上げの艶を上げた時にちょっとそれが目立っちゃいますので、その磨きがすごく別光とすれば大事な段階です。あとはよく見て艶上げをすればそれで仕上がりです。